しょ。濃いんじゃない？なんかこっちの方が飛んでる。こっちの方がスパンできます。ね、時速はすごくやっぱり速いので、普段とはちょっと違う感じには感じました。まあ、データを取っていてもスピン量が少し抑えられているので、まあ、すごいランが出るんじゃないかなっていうのを感じたので、やっぱりそこはすごく武器になると思います。そうですね、あのヘッド自体はしっかり大きいとは思うんですけど、白よりも膨張があんまりせずスリムな感じもしますね。あとはこう打ってみてすごくスポットが広いので、ちょっとしたミスをしてもまっすぐ飛びやすいと思います。今回の、まあ、今使っていたグローレと新しいグローレ、うん、一番の違いって何かありますか？そうですね、まあ、以前のよりもスピン量がこう抑えられて、よりボールがこうまっすぐ前に飛んでいくような、横風にも左右されにくいような、こう曲がりにくいっていうか、強い球が出てるっていうのはすごく感じましたね。まあ、だからもう吸い付く感はすごくあります。フェースにこう乗ってこうぐっとこう押してくれるような、そういう感触はありますね。これ飛んでるんじゃないですか？これ今行ったね。めっちゃ行った多分。飛距離はこう伸びる感じはありました。球が強くて風にも負けなさそうだなって感じはします。ドライバーの中では何が一番大事？構えやすさとやっぱりフィーリング、それが全部入ってる。入ってます。グローレはですね、優しく楽に飛ばせるクラブということで開発してますので、はい、今回の新しいグローレについてもとにかく簡単に楽に飛ばせるということがまず狙いとなってます。今回はフェースがですね、チタンの代わりにカーボン、この新しい素材を使ってますので、スイートエリアが約 55% 大きく作ることができています。よりミスヒットにも強くなりますし、初速も出ますので、チタンではなし得なかった大きなフェース、まっすぐ遠くに飛ばすことができます。そうですね、球がちょっと強いと思いますか。球が高くってキャリーが出てるんで、アマチュアの人にも多分いいと思います、うん、はい、ソフト感じ、柔らかい感じ、最終スタートがハイスピード、距離はもっと飛ぶかなと思います。ちょっとくっついて重い球が出る感じで飛んできてくれたので私は好きです。すごい構えやすくて安心感があります。まず構えてた時に模様がついてるじゃないですか、はい、なのでアドレスでまっすぐきそうな感じがあって安心感があります。方向性も芯に当たらなくてもまっすぐ行くし、出だしの球が強いなと思いました。